はいどうも皆さんおさまとおります、おおまりす平本本でですす、えー、日はですねら、えーねえー、について教えてくださいという質問が来てたんで、えー、やっていきたいと思いますね。えー、皆さん、すらどのように拭いてますでしょうかということで、えー、その前、ですね、えー、釜出しの一品でいただきました人よりコメントいただきました。えー、こ,のこちらの方の人もですね初めてだったかな。でも僕の YouTuber 見ていただけてるような感じであの岡山県の方です。 えー、スクエアシリーズ 4C が届きましたということでありがとうございます、えー、早速低いラーの音階から恐る恐る音を出してみましたうんいい感じですねなんかこう恐る恐るでね、えー、なるほど良い感じです、えー、少し下がるところもありますが気を許して吹けるようになりたいですということで えー、自分の耳を信じてよかったし巡り合って満足ですありがとうございますということでいやこちらこそありがとうございますね岡山県の方でございますよ先日は、うん、静岡そして、えー、大阪とね、えー、いろいろこう各地に、ね、カンターレの音色が2うらうら広がってるなという感じでございますね。うん そう自分の耳を信じてよかったということで実はね、あの勘違いしてる人いるんですけど、あそこで吹いたものそのものがいきますから、釜出しの一品に限りは。ね、えー、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、えー、またね、やりたいと思いますんでね、いろいろ YouTube ご覧いただきたいなというふうに思ってます。さあ、今日はね、えー、スラーですね、えー、こちらです。えー、いつも YouTube 見てますということで、ありがとうございます。スラーの吹き方について教えてください。 えー、タンニングをした方が良いのでしょうかオカリナではどのようにしたらスラーがうまく吹けるようになるでしょうかよろしくお願いします。うん、で、えー、米印で余談ですが、真納先生との出会いはどのようなきっかけなのでしょうか <laughs> もし差し支えなければ合わせて教えてくださいということで。真、う、納、んえー、先生ね、うんまあ、見る人から見たら すごい人なんですよ、新之先生って、うん。皆さんまだ分かってないよね。僕も最初分かってなかったから。うん、<laughs> こちら、新之先生なんだけど、新之先生の凄さを一言で言うと、あの、まあ、オカリナをね、あの、うちの先人としてやっていただいて、まあ、2年経つんですけども、おそらくですよ、オカリナ業界広しといえども、あの先生、新之先生を、 上回る経歴を持っている人は僕は見たことないです。はい。なぜならば今現役の新日本フィルハーモニー公共楽団の主席をやっている。こういう人まずいないでしょう。もちろん今ね、問題を出ている人はもうかなり言います。お金な業界でも。 でも基本おお、音大出てる人の最終到達地点って実はオ、OK、ケなんですよ。公共楽団。で、あのー、日本全国、公共楽団いっぱいあるんですけども、いわゆる市民オ、OK、ケレベルじゃないんですよ。公共楽団できちんとお金が払われてる公共楽団って実は二十数個しかないんですよ。で、その中で、まあ、一番トップって皆さんに分かりますよね。 そうです。N 教です。N 教が多分一番トップっていうのは、これは皆さんそうやと思うんですよ。で、その次も、ね、あの、なしだったら分かります。読み教です。えー、読売寄り交響楽団。ここまでは分かるんです次から結構3位争いって難しくて、東京だっていう人もいるし、いや、カナフィルだっていう人もいるし、金沢だろう、えー、大阪だろう、愛知だろうって、ま、いろいろあるんだけど、そこに、 食い込んでくるのが新日本フィルなんですよ。ですから間違いなく全日本のトップ10には入ってます。見る人が見ればトップ5に入っている公共楽団の主席なんですよ。そういう経歴の人ってオカリナ業界でいないでしょ。います。知ってたら教えて。 うん、でしかもあの、音楽業界で日本で一番権威があるコンサートって日本音楽コンクールって言うんですよ。これが一番大きいんですよ。いろいろありますよ。ピアノコンクール、バイオリンコンクールってありますけども、みんなが目指す最高到達地点っていうのは日本音楽コンクールなんですよ。でそこの実はオーボエ部門で第2位を取ってるんですよ。これ3年に1回しかオーボエってやらないんですよ。でその中で、 第2位で、しかも、新日本フィールムの主席応募奏者、並びにカンターレ先人講師。ねこれ以上の経歴の人で僕はね、いないんじゃないかと思ってますまあ本当にね、まあ、この人が言うように、えー、出会いのきっかけいや僕も今思うと、本当に運命的な出会いだなと思ってるすもちろん、スラーのことやるけどね、ちょっと新の先生と凄さね。うん。これだけ聞いてもすごいっしょ。 むっちゃすすごいんでであの先生でこなん、ね、でかって言ったらあのいわゆる新日本フィルムの新しいそのシンフォニーの,の曲をやるときにオカリナっていうパートがあったんですよいわゆる現代作曲家の、えー、先生が作った曲でオカリナっていうパートがあったでそれをいわゆる佐藤和美先生、まあ、皆さんだったらご存知の方多いと思いますけど、えー、オカリナプレイヤーの佐藤和美先生に一本が言ったんですよ して、えー、オカリナを、いいの、オカリナ、ちょっとお、知らないですか、佐藤先生って言って、佐藤先生が、それだったらカンターレさんですよねってカンターレさんに来たわけよ。ですから、佐藤勝美先生に紹介を受けた。で、それで僕が新日本フィルに、えー、収めたんですよ。で、そこで、新能先生が吹いてくださって、この楽器すごいっていうことから、えー、ご縁になったというのが、えー、出会いなんですよ。 ですから、まあ本当に佐藤和美先生にもお御礼申し上げたいし、あこの脇マジすごいって言ってくださった新能先生も、おまあ、 御礼申し上げたいなと思ってます。本当に忙しい中ね、うちに来て、あの、いろいろとやってくださってるんでね。で、今度の、なんとそのね、新野先生が5月22日来るから、父親と平本隆夫とのコラボもあるし、その時になんとチームカンターレっていう、えー、オカリナ塾のレッスンにも参加してくださいます。で、下原先生とのコラボもあります。これね、ぜひ来てください。入場参加は無料になってます。でね、レッスン、あの、オカリナ、 簡単に持っってるる人だったらあー出れるかもしんない。もしかしたらもう満帆かもしれませんけどシルクロード、えー、カモメが飛んだあとんだっけかなあー3曲やるんだけどもしねカンターレ4 c 持ってて新野先生とか下原先生習って、えー、出たいよって方はこちらやってくださいまあもうね多分満帆になっちゃったかもしれないですけどこんなチャンスないですよ 今ででかったでしょめちゃめちゃレベチですからあの新能先生っていうのはね。で「すら、ね」ねで僕がこれ「すら」言ってもいいんだけど聞いてきました新能先生にでこの間来てもらった時に聞いたんでちょっと「マジモンの人が思うすら」えスラーがかかっている音符は全部ノンタンギングで演奏した方がよいのでしょうかという質問。 ですこれはオーケストラ的には基本的にスラーという指示があったら舌をつかない方がいいよとされていますが指の都合や息の都合でどうしてもこう舌をつかないことによって音符が切れてしまう場合はそこで舌をついてつながっているように聞かせるということが必要になってきます要すす要るるるにににに指示とととと逆の作業ををここよって結果的にスラーをきれいに聞かせるということです。 この C の部分には、レ、ド、ラーという下のラが、ドからラのジャンプが出てきますが、これは個人的には下をついても良いところではないかなと思います。ドからラに上手にジャンプできる人はつく必要がないと思いますが、僕は少し苦手な指の動かし方なので、 行った先のラがが聞こえてしままう時がありますそこでここに下をついてみると現実的には切れてしまっているんですがフレーズがつながって聞こえるということが一番大事なことかと思います。実用と それから理想といろいろバランスを取ることが必要ですがなるべく技術的な指の技術は頑張るところまで頑張って補助的に舌をついてみるっていうのが地番スラーを表現する上で大事かなと思いますさあ聞いてもらいましたでしょあの人が超すげえ経歴の真の先生でしかもちゃんとカンターレの専任講師やってくれたんですよまあ演奏も抜群ですよ 本当にねマジで売り出そうと思ったらあのねレベチですから、の先生ぜひ5月22日、ミノーレに来て無料で見れるからね。うん、ということで実はスラーっていうのは皆さん思ってるようにスラーイコールノンタンギングじゃないんだよって先生言ってたでしょ違うんですよ皆さん、ね、間違ってるのがスラーはノンタンギング違うんですよ。 スラーっていうのはあくまでも滑らかに吹いてくださいってことだということは過度なタンギングはいらないよねってこと。ただ先生が言ってたようにあえてタンギングをすることにより滑らかにつながんだったらタンギングをした方がいいでしょうということを主席ねっ交響楽団の主席が言ってるからこれ間違いない。 ね、ですから先生の中で絶対にタンギングしちゃいけませんっていう先生いるでしょそれは違うんじゃないのだって集席が言ってるから間違いない僕もそう思う、うん、あくまでもスラーは続けてるように滑らかに吹いてくださいそのためにタンギングが必要だったらタンギングをした方がいいノンタンキングで押し切ってる先生それは僕はちょっとね視野が狭いんじゃないかなというふうに思ってますということで うちのバッグには、真納先生がおりますよ。ということで、真納先生に会いたかったら5月22日、必ずミノーレに来てくださいということで、待ってます。もちろん YouTube 平本も言ってますので、ぜひ5月22日、茨城県小美玉市にあります、四季文化館ミノーレ風のホール、12時30分開演お待ちしております。入場無料だよ。